みきちゃんです。そしてまさのすけくん5ヶ月。5ヶ月よ、かわいい。え、半年ぐらいしたら首が、え、首まだよね。あ、もう首だ。もう座って、あ、座ってるの。寝返りしだした。お、早いね、早いね。ちょうどよだれが出る時期やね。綺麗なお顔ね、いいね、赤ちゃん可愛いし綺麗し。おお、これコロコロさせな。私うつ伏せさしとったよ、子供。本当はうつ伏せがいっちゃん ね。で自分で、ね、ほら頭今もがいとんしゃ。ああ、大丈夫、毛は後から生えてくるけん、はげたままやないけんね。そうなんだ。プレゼント、あ、開けていいよ。え、ありがとうございます。これセット。かわいい、やばい。かわいいかろ。部屋着だ。うん。まだちょっと冷えるけんね、うんうん、もうちょっといけるよ。うんうん、いやー、うん。ほら、もしよ。ほら、授乳中。もう吸ってくれない。あ、本当。でもうちもね、2ヶ月ぐらいからずっとこのミルクよ。うんうん、これ働きよったし。もうミルクの方が楽だし。寝るよ。寝る。寝る。粉ミルクの方が寝るじゃん。もしかわいい。すごい、でもあんまり泣かんけん、すごい。うん、なんか家、いや、なんか外つらいんすよ。おお。あの家のもの、夜泣きとか全くしない。本当、私日焼け溶岩とか飲ましよったよ。あんなん聞きゃせんて。ほら、おしゃぶりをね、スパッて加えたらね、だいたい寝よった。寝る寝る、うん。これ好きやもんね。でももうほんと10時ぐらいから朝の7時ぐらいまで。あ、でも寝る方がいいよ。でもこのミルクの方が寝るっちゃ。寝る、寝ますね。うん、おっぱいはね、うん、なんか私が食べてないのか。あの、絞り出されたやろ。私病院で絞り出されたよ。なんか、最初あの、グーって、あの、春剣ね。ありがとう。じゃないけど。え、ミキちゃん何歳になったの？え今。35になったの？やばいじゃん。だって、ももちゃんが、そう、うちの子が、もう本当に1、2歳の時に預けよったけんね。そうよ、だってももちゃん今度16やろ。やばいやばい。で、長女は今年31よ。うん。みてきちゃんは31歳。みてきちゃんたち4歳児が怖い。そうよ。え、今年31？うん、平成4年やからね。どこに行ってんの？私今年36だから。うん、5違う。早いよ、もう40まで。すぐや。うん、もうあと1人産まない。あ、ほんとやね。でも私、ももちゃん37で運動系。まだ2人目でしょ。あ、そうそう。あ、でも私も37ぐらいで産めば一緒。そう、一緒。まあでもね、本当は早い方が楽やね、後が。うん、いや、私帝王切開だから。あ、私もよ。え、2人目。みてきちゃんは普通分娩で、ももちゃんは帝王切開。めっちゃ痛かった。重すぎて。あ、体重が25キロ太った。てか毎回25キロ太るの。で、毎回25キロ戻すんだった私。でも本当は有料妊婦はプラス8キロから10とかっていうもんね。じゃないと、あと、だって子供出してもね、体重ってね、減らんとよ。うん、減らんかったやろ。あれ不思議やね、こんな大きいのが出てきて。もうマジ足が巨人化してた。あ、もうゾーンになるよね。ゾーンになる。マジもうむくみすぎてやばい。食べよう食べよう。いただきます。いただきます。いただきます。もうね、ま、あの、大体お母さんはね、イオンとかがいいの。そう。だってね、本当に。遊ぶとこもあるし、ベビーカーもあるし、ベビーカーがあるのがいい。うん。そう。うん、持ってこんでも、それに入れて持ち歩ける。抱っこひも線でいいし。そうなんや。授乳室もあるし。今、寝かせられるタイプ、これいいね。うん、リクライン。え、これってだってもうちょっといくっちゃろ。まだ寝ちゃう。おぉ、あ、そんなに？うん。え、めっちゃ便利。2ヶ月からかな。へえ、これいいね。ね、大きくなったらアンパンマンとかね、うん、乗れる。あの、なんかあるやろ、遊べるやつね。うん、あれ、取り合いやもんね。そう。うん、今が一番怖い。いや、今が一番よ。もう私今、戦争中よ。日々戦争中。ももちゃん。うん。いや、女の子の方が厄介やね。男の子より。なんか。大人になってきたらね、この方が。それ多分何十年後よ。反抗期あったやろ。ありました、ありました、ね、中学生。いや、やっぱ中学生やばい、一番やばいよね。うん、もうなんかね、イライラしてるし、自分も。え、親と結構取っ組み合い、仲悪かった。うん、めっちゃ叩かれてました。あ、でも私たちの時は叩かれて育てられる、うん、だって先生も叩きよった、うんうん、めっちゃ怖かったよ、うん、え、ミキちゃんの時、私たちの時とか、竹刀とか持った先生とかおったよ。いや、それは、多分私たち昭和でも、まあ、私たちぐらいまでやね。私ギリ昭和だけど。本当？
いやでも叩いてました叩いてました。え、中学どこ？唐津。唐津か。え、悪い地区。悪いってか田舎？うん。2クラスしかない。あ、2クラスしかないの。へえ。え、唐津城の近く？いや、どっちかっていうと、うん、稲荷とか。あ、大地とか。あ、違うか。うん。でもあそこ電車通っとるやん。撮影に行ったよ。あの辺2時間か1時間に1本で。そう。で、なんか駅も。あ、見た。見た。あの私、唐津結構私撮っとるよ、撮影。うん。あの、私は。キュラギとか。そう、キュラギとか、大地とか、うん。そう、意外に唐津って広いっちゃう。広いね、唐津、うん。山本？うん。山本駅。あ、そう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 。あ、お、すごいとこ住んどんね。でしょ？でしょ？えー、やばいでしょ？やばい。え、だって多分ね、1日、何人乗るかなみたいなところ、うん、だって無人ですもんね多分。 あそこの列ほとんど無人じゃないの、うん、です無人で、あの、え、すごい。え、電車も乗ってなかったみんな何チャリンコで行くの学校。私は、うん、高校は佐賀女子だったから、うん、あのスクールバス、あ、バスがあるならいいね、うんうん、だからあそこの駅まで行くのも本当、うん、無理。駅まで行くのが大変じゃん、うん、無理無理え、あの辺住んだらでも本当大変やね。いや無理、もう本当に今住めないっすね。カフェとかないね。カフェ、カフェとか。あ、ない。やっとスタバがカラツにできたけど。え、カラツにスタバすごいやん。でもできた。ドンキとスタバがすごいね。でもカラツの真ん中はね、町よ。カラツ銀行とかある、うんうん、あの辺は都会、うんうん、いや都会になったんですよ。あ、なったの。昔はそうじゃなかったの。うん、昔は、うん、ジャストしかなかった。でも奥んちが有名、唐津くんち、うん、有名。あの時人めっちゃ来るやん、うんうん、あの時だけであの時だけ唐津ボートもあるしね。うん、え、唐津いいよ、佐賀でも。うん、佐賀もほら広いっけ。佐賀もね、うん、すっごい遠いなくもあるよ。ありますあります。あります何だっけ、七山。あれも唐津。あれ唐津やん、うん、あそこもすごかったよ、うん、あれやばい、うん、あそこはすごかった。七山村でしょ。村村村、うん、廃校とかいっぱいあるよ。いやでもうちも変わんないですよ、うん、北畑村でしょ今唐津市に合併されてる。旧楽降りるまでにあの芸術の森とかあるじゃん、うん、あそこの山の方とか廃校ばっかりよ、うん、私も行ったことない。行ったことないの。あそこ綺麗よ、あの漆にほらテーブルに、なんかもみじとかがある。そうそうそう、うん、紅葉の時期はお客さんがめっちゃ来る、うんうん、なんか有名とは聞くけど、うん、やっぱ地元は行かないですよね。あ、そう、うん、行かんの。行ってももう今ばあちゃんしか住んでないから。うん、え、おばあちゃん一人、うん、え、かわいそうよちゃんと行ってあげんと、うん、でも 今は育休中やから。あ、そうか、そういう過疎地が今増えてきとる、その老人ばっかりみたいな、うんうんうん、アンパンマン好きなの？もうアンパンマンってこれね、もうずっとベストセラーやね、ずっと何十年も。私もアンパンマン、うん、みんなアンパンマン、みんなアンパンマン好きやね。アンパンマンで育てますよね。かわいい。はい、でも顔がしっかり、うん、また変わるよね、顔ね。ねー、もう全然さ、生まれた時と顔がね。そうそう、もう小学校とかなったらキリッとなるよね。でも男の子って大体お母さんに似るっていう。うん、へえ、ほら綺麗かな。へへんてや今何キロ？6キロ、うん、なんか注射とか検診とかいっぱいあるやん、ね、母子手帳ね。今ハンコ注射このままやし。大変やね、いろんな打つのいっぱいあるね。かわいそう。昔はハンコ注射、今あるの？今もあります。今もあるんだ、うん、三種混合とかないよね、うん、やっと、うん、再来月、うん、毎月行きよったけど。あ、最初の子はほらなんかめっちゃ手かけるけど、二人目とかもう適当やったよ、うん、とりあえず育ったみたいな。そうなると思う。だいたいだって8人兄弟とか10人兄弟とかのお家とかも下の子とかみんなほったらかしやんで、上のお下がりとかでよくやってやん、なんか貧乏家族とか、うん、すごいよね。一人っ子がいいよ、もう一番可愛がられるし全部新品やしね、何でもね、いいね、うん、ね、バーバーからいっぱい来てもらえるもんね。そうよ、ほんとよ。だって孫って責任がないけん、みんな可愛いって言うやん、じいさんばあさんは確かに責任ないよね。
孫みたいですかね。そう、可愛いだけで済むの。なんかみきちゃんもお母さんの顔になった。いやなんか前保育園の働きをときやっぱ夜泣きとかね、夜中、夜だから。でもほらよその子預かるのとほら我が子とまた違うけん、ね、覚悟しとったけど全然なかったの。ほんとよ、いい子やね。でもいろんな病気これからしてくるけんね、気をつけないけんね。もらってくるけんね。でももらうときにもらった方がいいよ。うんね、どうせ一通りになるっちゃから。うん、そうそうそう、ね、あまり神経質になるとね、ダメやもんね、うん、お母さんがね。うん、そうそうそう。そうそう、適当ぐらいがちょうどいいよ。適当ぐらい。もうザ・大型。私離乳食とかも個別に作らんで、フォークの腹とかで潰してそれを食べさせてきよったよ。普通にもうめんどくさいけん、うん、食べよったよ、こう砕いて、うん、そんなもんよ。意外に立つ。ほうれん神経質なお母さん、もう全部すっごい食材にもこだわってとか、そう無理しきらん、うん、レトルトで頼ったりもしますね。ええ、もうちょっとしたらなんか食べれるの、ペースト状ぐらいいけるのか、うん、そうやね、うん、なんかもうすぐちょっと、うん、あの旅行行くからそれが終わってから。なんかいいよね、子供と旅に出たりとか初めてよね。私も抱っこ紐とかに入れて、うん、0ヶ月の時に韓国とか連れて行きよった。ただよ、ただただね。2歳まではあの座席で抱っこしたらただよ。あれって抱っこ紐つけたまんまのんですか、それとも。いや私抱っこしたまま、シートベルトつけて抱っこ、うん、ちゃんとしとったよ。でも初めて飛行機、あ、本当に2歳以上になったら多分子供料金が出る、うん、だから2歳まで相当連れて行ったよ。うん、ね、でもいいよね、しばらく何でも子供料金やからね。今度ディズニーシー行くね。いいね、ディズニーシーデビューデビューデビューやん。デビューね、もう6、7万ぐらいしかもらってなくて。だけど扶養の中で働くってことは時間を短くするか、うん、考えて計算せんと、うん、もったいない税金。だってその保育料が多分私のパート分、そうよ、だって意味がないんで、多分働いてもモチベーションがだからなくて。分かる分かる、よくみんな言うもん、うん、働いても全部保育料で行くから意味がない。ただのストレス解消なのか。そうよね、家におったらタダだし、うん、まあ、ちょっとご飯あげれば。まあね、そうね、そこよね、悩むよね、お母さんたち。めっちゃガツガツ働きよったらね、正社員とかでも、正社員でだけもう、もう振り切って働くか、うん、どっちかやね、うんうん、いやでもね、1歳っていっぱい病気とかもするじゃないですか、うん、突然呼び出しかかるやん、うん、めっちゃかかる、多分最初めっちゃかかる、もうめっちゃ迷惑なぐらいさ、うん、預けてすぐ電話とかあるもん、うんうんうん、熱があるから引き取りに来てください、うん、もう一番困る、たらもう会社困るやろ、うん、そう、そうなの、それそれ。そう考えたらやっぱね、パートぐらいがね、パートでやっぱりなんかあの育児に協力的なとこじゃないと、うん、多分結構クビになる人おるらしいよ、うん、その頻繁に休むけんね、うん、なんかね、なんか嫌な空気流れますもんね。うん、わかるわかるけど、って言いにくいよね、なんかですね。で特にね、もしなんかあの感染とかしたら長いやん、うん、2週間とか今コロナとかでね、そしたら、うん、もう2週間休むならもうこのままやめていいからとか。いや、あるよ、うん、そうだから、お母さんに優しいね、なんかもっと福祉をなんかやってほしいね、うん、本当にね、ね、うん、だけにさ、よくみんなほら副業とかでなんか物作ったりとかさ、そうそう、いろいろやっとお母さん多いやん、結局まあお家でできるちょっとしたビジネスみたいなのとかさ、まあ、子供があってもできることならいいよね、でも自宅で。え、でも本当それ見えままとかですよね。むきちゃんもなんかしたらいいのに。私、不器用やもん。不器用？うん、無理。特技何？特技ない。いや、でも本当子供もって家でできるって最高よ。いや、本当ハンドメイドとか苦手で。うん、苦手？YouTube とかもめんどくさがりやから、うん、でもね、幼稚園とか行き出したら、今小学校も手作りのブックカバー持ってこいとか、手作りよ。もうメルカリとかで買いてる。あ、まあその手があるね。うん、なんか子供にちょっと服とか作ってあげたら面白かったよ。よく作りよったけど。だって本当ミシンとかを持ってる、うん、なんかこれを機に
なんか家で練習してやってみたら、なんか旦那の方がしそうやってったって。でもだってさ、だって副業なんかうまくいった主婦とかもおるもんね。私なんか作るの好きやけんね、全然苦にならんけど、でも自宅でできるは一番理想だって。あんま外出んでいいの、あくびかわいい。でもママ友の付き合いとかもいろいろ大変になるよ。でも保育園とか行ってる時やっぱ変なお母さんおったもん、変わった、まあ、ヤンキー、まあ、ヤンキーはヤンキーでつるむし、あとちょっと変わったなんかドケチなお母さんとか、家に来たら出したお菓子全部なんか持って帰ったりとか、おるて、子供で冷蔵庫開けたりとか。でもね、親のしつけやもんね。だけどあんま好んでママ友とはお付き合いしてない。てかもうママ友の時代ではないけど、年代的に。いや私もなんか多分、私もそれやったらみんな若いかなって思うから。だけど若いか年かどっちかって。そうそうそう、多分小学校に行ったらね分かれるよ。20代ってほらヤンキーとか早い。うん、だって小学校に入る時にはだってミキちゃんもう40代よ。だけど多分だけだから上に、上におる子で、3人目とかが私と一緒。そう、初めてこのお母さんは絶対に、若くして運動、17、18とかで運動ってまだ25、6やからね。ただやっぱ話が合わない。だけどやっぱみんな同世代とこうつるむっちゃう、結局。でも今みんな意外とやっぱ30代も多いから。今多いよね。ね、今はね。今は昔はね、遅い人は遅いし、早い人は早い。でも20代で産むのが一番良さ。でも14の母とかおるけんね。すごい、私だって入院しとった時おったよ、14の母。びっくりした。だってもう青春が味わえないんだ。育児が青春だ。と思ったら45で産んだお母さんもおったし、45で産んで20歳で65やん。だけど参観日の時にお母さんかおばあちゃんかってね言われるもんね。若くしとかないと。そうよ、いつも何歳になっても若くしとかなね。とりあえずスカート履く。子供たちってね結構えげつないよ会話。もう中学生とかになったらめちゃくちゃ言われるよ。お前の母ちゃんばあさんかよみたいな言われるって。よー見とけんね。なんか田舎とかでね、あるある。だけどね、なんかダサい格好しとったら絶対言われるっちゃね。やばいね。やばい、頑張ろう。ママ頑張る。え、みきちゃん動画やけん。昔から動画動画は得よ。でも多分ね45ぐらいから超えたらね、別れ道。そう、いやマジでめっちゃ食いますもん。本当、何キロ太ったの？多分知り合った時よりは、15キロ。今普通よ。前がガリガリやったじゃん。私半年で25キロ落とした。食事制限、なんか1日食べてしまう。残ったのをね、人間掃除機みたいにして食べよったら太るよ。いや絶対に子供の残りを食べよったら太る。あと運動しよった。1日なんか踊ったりとかヨガとかしよった。子供が寝た間にね。そのぐらいせんとね。いや戻る、2人目産んだら戻れんかも。結構もあるし、だって出産してもまだ入っとうような人おるやん。まあなんか年中マタニティ生きとお母さんおるよね。あれはちょっとね、ジャンバスカートで腹隠して。いや温泉とか行ってもね、やっぱお腹で、おばあちゃんって言って、おばあちゃん一回病院とかでなんかでかい母ちゃんがおって、あおめでとうですかって言ったら、ただの太っとうだけやって、でも全然戻ったんだね。いや戻ってないですよ。まだ戻らん。本当あれしとる、あれ私ニッパーつけとった。あれきつくて、あれ効くよ。ウエストニッパー、あと寝るときにね手術用のなんかタイツみたいなあるやん、あれめっちゃ効く。むくむけん、あれ履いて寝たらむくみがめっちゃ取れる。足が象になる。いや私むくんだことなかったのに、何これ巨人やんと思って。そうよ、足がすごいことになる。5キロがあるみたいな。足首がなくなろうが。あやばい。もう靴履けないみたいな。そうしたみたいな。いややばい、本当に。マジゾウさんです。かわいいつむじ。多分。いややっぱりさ、こう癖があるけん。そうですね。あとなんかめっちゃスリスリ、最近寝返りとか打つって。
髪の毛多い方なんですけど、うん、余計ハゲになる。髪最初多かったんですよ、ね、うん、今もだと。前から見たら分からんけん。うん、そう。ね、だけ帽子でうまく。あ、帽子。うん、可愛いよね。私もちっちゃい時はもう可愛いか、もう食べたいぐらいに可愛かったけど、今もね、今やばい。もう本当たまにうざい時が、めちゃくちゃムカつくし、ある。やっぱもう中学生とか持つお母さんは絶対ね、思う。女の子の方がね。あるともうめっちゃ反抗するし、ね、ドア閉めてさ、鍵までつけておけ。うん、本当に戦争よ。いやもうこれぐらいがいいね。喋らんけん可愛いね。ね、5、6歳とか可愛いよ。手つないでさ、お揃いの服とか、今お揃いとか着るわけないやん。マジうざいって言われるよ。ね、ね、可愛いね。人見知りせんの？まだ。あ、ないの？え、でももうすぐじゃないですか。7、8とかで。あ、いや、赤ちゃんの力でもあるよ。なんかママの、ね、ママのあったかさと違うみたいな。うん、あ、それはないと。それはないんだ。へえ。私が適当やけん、多分ね。この後ほら、もうだんだんなんか口に物入れたりが危ないね。家中角で打ったりとかさ、もうどこもなんかいろんなのつけとったよ。何でも口に入れるけんね。危ない。そうそう。ね。これで、これ。バラバンかな。バッバッバッ。まだ笑ったりせん。いや、します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